皆さんこんにちは。水墨絵師の松木墨禅です。いつも見てくださってありがとうございます。さあ、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。今日も皆さんと一緒に新しいお題目に挑戦していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はね、ぶどうを描きましょうかね。はい、やっていきます。まだね、チャンネル登録がお済みでない方、ぜひ、チャンネル登録をしていただいて、一緒にぶどうに挑戦していきましょう。はい、今日ですね、これ紙はね、マシ使っていきますね。ツルツルの面に描いていきますので、裏表間違えないように気をつけてください。墨はですね、河川の清墨、墨液を使っていきます。はい、すでに、梅皿パレットに入れております。これはね、そのまんまボトルから注いだ濃墨になってます。はい、では次、お筆ですが、つけたて筆、作用筆使っていきましょう。私は今回作用筆の小サイズ使いますね。ご参考にしてみてください。水墨画のこの紙、水墨紙について、そして水墨画道具一式についてですね、選び方とか揃えておきたいアイテムなどは過去のね、動画に上げておりますので、お手数ではございますが、遡っていただいて、合わせて見ていただけるとありがたいです。はい、じゃあやっていきましょう。お筆の、そうですね、3分の1ぐらいかな。濃い墨ですね、拭い取りました。で、パレットでね、こう押し当ててコロ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 します。パレットコロコロ法をねこれ何やっているのかというと、彫墨をやっております。彫墨とはね、水墨画をやる上で大切なことなんですけれども、あの過去動画にね、いくつか彫墨についても挙げておりますので、そちらね、あの合わせて見ていただけるとより理解が深まると思いますので、お手数ではございますが、遡っていただいてご視聴いただけるとありがたいです。簡単に申し上げると筆に含ませた墨の分量や配置によって描ける表現が変わってきます。それを整えていくのが彫墨になるんですが、今ね、あのパレットにお筆を押し当ててコロコロしました。これ勝手にね、パレットコロコロ法なんていう名前を私が勝手につけてるんですけれども、これがね、今から三墨法で描いていこうと思うんですけど、その三墨法の整え方がね、簡単にできるかなと思って皆様にお勧めさせていただいている方法になります。よかったらね、試してみてください。はい、で、今からね、葉っぱ描いていこうと思うんですが、まあブドウも後からね、こう描いていくんですけど、まず皆さん頭にね、構図、出来上がりの絵っていうのをちょっと思い浮かべていただきたいと思います。はい、で、私はちょっと手前にね、葉っぱが来るようなブドウをね、描きたいなと思っているので、水墨画はもう手前からね、描くようにしましょう。そうじゃないと結局最初に描いた墨色が重ねても前に出てくるっていう特性があるので、そこを考慮して、はい、手前に、出てくるものを先に描くっていうことですね。じゃあ葉っぱいきましょう。はい、で、お筆一回洗いました。今度こっちにコロコロしたやつ使って、中墨ぐらいでいきましょうね。はい、表現をね、深くしたいので、ただのグレーだけじゃなく、毛先にね、ちょっとだけ濃い墨つけて、鳴らしておきます。はい、とりあえず手前に来る葉っぱは先に描きました。で、次、ブドウの実の部分いきますね。はい、お筆よく洗いました。で、毛先にね、濃い墨、3分の1ぐらいかな、毛先にちょっとつける感じでいきますね。で、またパレットコロコロ法ね。で、このまま描くとちょっと膨張しすぎて、ブドウの粒がね、
ちょっと締まりがないというかになるので、ちょっとだけ水分切ります。で、根元の水分取りましょう。あの、必ずね、水分取るときにはお筆の根元取るようにしてくださいね。あの、せっかくね、毛先に墨をつけて彫刻したのに毛先の水分取っちゃうと墨も一緒にね、取られちゃうのでもったいないので、必ずあの根元から取ってください。で、あの、水分は根元から降りてきますからね、はい。じゃあこの辺りにブドウをね描きたいと思います。皆さん縦気味にお筆を持って、で、あの、まあ、右回転でも左回転でもいいんですけど、自分があの動かしやすい方で回転させますね。いきます。あ、そうそう。で、ブドウの、あの、粒を描くときはその一番手前に来る、一番見せたいところというか一番手前から描いていきます。いきます。で、必ず描くときに、ちょっとだけ白を残すように、ちょっとだけね、ちょっとだけ残します。そうすると、あの、こんな感じ、こんな感じでね、重ねて描いてもね、結局あの水墨って初めに描いたやつが手前に出てくるので、あんまりね、こう意識、気を使わなくて大丈夫です。ちょっとだけね、こんな風に。そうすると、あの、ブドウのそのテカリの光の当たってるところの表現が、あの、入るので、こういった残した描き方の方が、あの、いいかなと思います。はい、こんな感じでどんどん描いていきますね。奥行きを、あの、描きたいときは、あの、奥にあるものを薄く描いてもらいたいので、墨の突き足しせずにもうそのまま描くと、あの、向こう側にある感じが描けるので、あの、突き足しせずに描いてみてください。こんな感じですね、はい。で、あの、以前にもね、あの、何度かお話ししましたが、ブドウを描くときにもこういう、あの、小さな集まり の、 あの、集合体を描くときはやっぱり粗密を考えた方がいいですね。あの、ギュッとしたところもある、密になっているところもあるし、ちょっと、あの、離れてまばらになっているところもあるっていうことを配置する方が、あの、いいと思います。はい、ブドウ の、 あの、お尻っていうのかな、ところにちょっと点があるので、それをね、半乾きのうちに描いちゃいましょう。そうすると、あの、ブドウがどっち向いてるのかっていうので、結構ね、あの、印象がこう変わっていくので、ちょっと点打っちゃいますね、先にね。そうすると、そうすると、なんか、あの、どっち向いてるみたいなね、こう、あの、球体がより、表現できると思います。水墨なので、その1個の丸についても、あの、三墨法でグラデーションがちゃんとついているということ、あと白をちょっと残して光が当たっていて、こう、あの、反射してキラキラしている、そして球体を表現するっていうことを
描くようにするといいかなと思います。はい、はい、で、能をくっつけたのでついでに葉脈いっときましょうか。こんな感じでちょこっと見えると自然のものって感じしますよね。はい、両くまで行こうかな。ちょっと両くまで行きます。左右に墨つけますね。してきました。はい、水墨画ぶどうの完成です。もしよかったらですね、ご参考にしてみてください。はい、では最後まで本日も見てくださいましてありがとうございました。気に入っていただけましたらば、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。松木墨禅でした。